間、おちにんこ。今回は、前回の動画最後に予告した通り、財務大臣を務める麻生太郎という男にスポッツを当てたいと思います。では、早速トン足始めます。前回の動画でも取り上げた財務官僚による森友文書改ざん事件とセクハラ事件、どちらもムカつく事件でしたよね。あの事件のムカつきどころは、何も財務官僚たちが見せた不義や低劣な姿だけではありませんでした。財務官僚たちの親分である麻生の物言いや態度もまた大変ひどいものだったのです。私は思いました。お前の部下がとんでもないことをやり腐ってケツかったってのに、何でかい態度してやがるんだ。部下がやらかした間違いをしっかりマッコリ把握して、まずは国民に対しての説明責任を果たすために尽力するのが上役の上役、大臣のすることだろうと。それなのに麻生は国民の代理として質問する記者たちに対して丁寧な受け答えすらせず、ただただ尊大に振る舞うばかりでした。国民なめとんか、ゴロはという感じにムカついていた次第なのですが、でももともと私は麻生太郎という人物に対して好感を持っておりました。それはなぜかというと、自民党が下野していった頃、麻生は非常にまともな経済政策を語っており、また経済観念においても共感できる立派なものを持っていたからです。例えばデフレ期における緊縮財政や増税はデフレを加速深刻化させるだけのものであるから、デフレの今なすべきことというのは財政出動であるし、財政出動実施にあたって必要とされる条件も全て揃っているといった随分まともなことをあちこちで繰り返し述べていたのです。またデフレは貨幣現象とするリフレチックな考え方にも否定的で、量的緩和してマネタリーベース、市中に出回っている通貨の合計値を増やしても民間需要が弱いわけだから、お金は市中銀行にとどまるだけで回らない。だから同時に政府が支出、つまり財政出動して需要を作らなければならないとも語っていました。至極まっとうな主張でした。それだけではありません。麻生は日本が低迷している理由として地価が安くなりすぎているという点にも触れていました。これまた至極まっとうな主張であり、その観点も素晴らしいと思いました。しかも麻生は国土強靭化として10年で200兆円の予算をつけるべきだとも語っていました。これは東北の震災を受けて出された発案に賛同したもので、賛同に際して麻生は国民の安心安全を図ることであり、また次世代に残すツケとは国の借金などではなく貧弱なインフラを残すことこそが最悪なツケなのだとも言っていました。この麻生の理念は政治家として誰もが持つべきと言っていいほどの立派なものでした。それに麻生は総理大臣時代、運悪くリーマンショックに見舞われることになりましたが、その時も適切な経済政策を矢継ぎ早に実行に移すことで日本経済を支えました。このように麻生太郎という男は口だけの人間というわけではなく、それなりの実績もある男だったのです。だったと過去形にしたのは、その後の麻生、ドブサレ民主党から政権を奪い返した後の麻生太郎という男が激変してしまったからです。麻生は第二次安倍政権発足当初から一貫して副総理と財務大臣という重要ポストを担ってきた政権の中心人物の一人です。そんな影響力の強い麻生がです、野党時代にあちこちで語っていた正論とは裏腹のデフレと競争を強いるような政策ばかりを進めるようになったのです。以前は財務省に対してデフレ期において財政健全化などという木を見て森を見ないようなお題目にとらわれているなんて何考えてんだかと皮肉ったり、腹式簿記ができない集団であるとバカにしていたのに、今ではその財務省と足並みを揃えるようなことばかりをしている始末です。また麻生が小泉政権時代に消極を極めた何でもかんでも民営化規制緩和という競争市場主義路線を爆進させた張本人、竹中平蔵という金の亡者に対しても批判的でした。しかしです、過去には
デフレ脱却を叫び、財政出動を主張していた麻生がですよ。今では、こんなデタラメなことを言っているのです。デフレには、デフレ不況とデフレ公共がある。今は、デフレ公共だから問題ないんだ。チンピョロスポーン。すっかりマッコリ呆れてしまいました。昔の麻生は今いずこって感じです。大体デフレ公共って何なんだよ。麻生曰く、企業の収益が上がってる。内部留保は450兆円に積み上がってる。それに賃金も上がってる。だからデフレ公共なのだそうです。アホか。とりあえず突っ込んでおきました。企業の収益が上がり、内部留保が積み上がっていたのは何年も前からだし、そもそもそれはデフレで、企業が労働者から絞り上げるだけ絞り上げて、ろくに分配してないからできたことだろ。賃金が上がっている要因は、ウソノミクスじゃねえや、アベノミクスによる公共なんかが要因じゃなくて、少子高齢化による労働人口構造の変化がそうさせてんだろ。それに、異次元の金融緩和やってんだから、円安になって輸出が有利になる。だから、景気判断のサンプルにされている輸出大企業が公共感を演出してんだろうよ。結局薬局早い話、公共、景気がいいっていうのは、物やサービスがじゃんじゃん売れまくるってことなんだよ。デフレでそんなことありえんのかよ。デフレ公共とやらの今、実際に物やサービスがじゃんじゃん売れまくってんのかよ。私はバブル景気を知ってるけど、あの時の消費は今なんか比べ物にならんほどすごかったぞ。はったりかましてんじゃねえぞ。カバ野郎この野郎桃太郎。好景気でもなんでもない今のしょぼしょぼ状態を戦後最長の好景気とか言ってんじゃねえよ。嘘つきが。ふんがふんが。だいたい消費税 8% に増税してからずっと消費者物価指数なんてひどいもんじゃねえか。どこまで国民をバカにすりゃ気が済むんだ。クソ指導者どもが。ほんと腹の立つやつらじゃわい。ありゃりゃ、ついついうっかりまっこり切れてしまいました。すいませんです。今の経済状況は、せいぜい円安によって、好調な輸出大企業がもたらす、公共感と労働人口構造の変化で、企業に有利な買い手市場から、労働者に有利な売り手市場に雇用情勢が変わりつつあることによるプラス効果で、やっとこひょっとこ少しいい感じになってきたかなって程度のものだろうよ。結論としては、デフレ脱却はまだまだなされてないし、決してデフレ公共なんかじゃないってことなんじゃ。それに、2% のインフレターゲッツなんて、一体いつになったら実現するんだって話だぜよ。消費税増税させるためかしらんが、必死のパッチであれこれやってるようだけど、インフレ率は、まだ、たったの 1.2% じゃねえか。あれから何年経ってると思ってんだ。アホンダラマンダラマンダラ。ゲッヘッヘ。またムカついてしまいました。面目ねえ。しかし、麻生太郎って、男は、つくづくふざけた野郎ですよ。でもです。そんな麻生は、執事の良さと得意の社交術で、上流階層から支持を得るのと、見えすぎたアフォーマンスで、未熟な人たちの心をつかむのは、うまいんですよね。しかし、出自や家柄が良いといっても、それが、そのまま人格に反映されるかといえばそうではありません。これまで、私は、散々から麻生を批判し、悪口を言ってきました。それには、当然、わけがあります。成熟してきたこと以外の決定的なわけが。例えば、今、日本で、水道とか、いうものは、世界中ほとんどの国ではプライベートの会社が水道を運営しておられますが、日本ではかかって内務省以外では、内務省と自治省以外ではこの水道を扱うことはできません。しかし水道の料金を回収する 99.99% というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、この水道は全て
国営もしくは市営町営でできていて、こういったものを全て民営化します。いわゆる学校を作って運営は民間、民営化する公設民営、そういったものも一つの考え方にアイデアとして上がってきてきつつあります。麻生は誰も望んでもいない何の必要性もない水道民営化を2月にもやると断言しました。民営化推進の権限、竹中ヘゾウに批判的だった麻生が断言したのです。しかもその時の会見はCSIS が用意した舞台であり、 CSIS の幹部であるマイケル・グリーンが同伴してのものでした。ちなみに CSIS とは PPAP の仲間ではありませんので、混同しないようご注意ください。外交や安全保障に精通したアメリカの有力タンクシンク、すなわちシンクタンクのことです。しかしシンクタンクといっても、 CSIS が実際に日本でやっていることといえば、指導者たちへのロビー活動であり、政策提言という名の内政干渉です。次の画像をご覧ください。すいません。マイケル違いでした。このように CSIS は指導者や将来指導者となりそうな人物に近づき、上手に手なずけていくのです。調教師がドッグをしつけるように。しかしまあ何中か本中か、 CSIS が目をつけるやつらってのは見事にボンクラ揃いですよね。昔から担ぐ神輿は軽くてバカが良いと言いますが、CSIS のボンクラを見極める眼力というのは実に大したものですね。そこだけは感服しました。でも情けない連中ですよ。いくらボンクラといっても CSIS 程度にあっさりまっこり手なずけられるのですから、茶子どもが恥を知れです。さて長々と麻生批判をやってきましたが、次で最後です。私が何よりも麻生を許せないと思ったエピソードを紹介します。魚住明著、野中博夢、差別と権力に記されていた一文です。総務大臣に予定されており、麻生政調会長、あなたは海友会の会合で野中のような部落出身者を日本の総理にはできないまま後押しちゃった。そのことを私は海友会の3人のメンバーに確認しました。君のような人間が我が党の政策をやり、これから大臣ポストについていく。こんなことで人権啓発なんかできようはずがないんだ。私は絶対に許さん。野中の激しい言葉に総務会の空気は凍りついた。麻生は何も答えず、顔を真っ赤にしてうつむいたままだった。これは2003年9月11日に行われた自由民主党総務会での出来事だそうです。この時麻生は62歳、野中は77歳。野中はこの数ヶ月後に政界を引退しました。その後麻生はこの件に対してこのような主張をしています。海友会の席でその人の発言をしたことはありません。総務大臣に予定されていると言われましたけれども、前の日に自分が何大臣になるかということを知っていた大臣はゼロです。下を向いて赤くなりもしませんでしたから。しかし総務会における野中の発言については、その発言があったことも記憶をいたしておりますし、その人の発言があったことも現場におりましたのでよく知っておりますと語っています。また麻生の事務所は、地元福岡の炭鉱に絡む被差別部落問題についての発言が誤解されて伝わったものだなどと説明しました。藤本純一という政治ジャーナリストはこの問題に次のような見解を示しました。森喜朗内閣の退陣後における橋本派内の内部抗争が絡んでおり、麻生を総理に担ごうとした動きに反対する勢力が石炭六法の廃止に伴う麻生の発言を曲解して流布したことが原因で発生した。しかし上杉隆によれば、藤本純一は麻生の著書とてつもない日本の編集に関わり、麻生と同じ福岡筑豊の出身
麻生船体のあったホテルオークラ東京のペントハウスで連日取材をしていた政治ジャーナリストだということです。麻生のボンクラは明らかに嘘をついています。もし麻生が潔白であるのなら、なぜ総務会で野中に抗議されたその時に反論しなかったのか。このことが全てを物語っているのです。それにもし引退を控えて最後の花道を飾ろうと抗議に出向いた野中の迫力に負けて麻生が潔白だと釈明できなかったのなら、その後にでも野中の誤解を解けばよいし、何だったら裁判に持ち込んでもいいはずです。この件が野中の早とちりやでっち上げであったなら、麻生は大変な名誉毀損を受けたことになるわけですから。しかし麻生はそうはしなかった。麻生がしたことといえば、総務大臣に予定されていると言われましたけれども、前の日に自分が何大臣になるかということを知っていた大臣はゼロです、という雑魚丸出しの上げ足取りと、事務所と子飼いのジャーナリストを使っての論点や問題のすり替えという薄汚い工作ばかりでした。もし裁判となれば、真実が白日のもとにさらされることになるから、それを避けこのようなことをしたのです。この一連の出来事は麻生の人間性を測る試金石だったのだと思います。麻生は雑魚でした。その華やかな映画が出自など吹き飛んでしまって、あまりあるほどの薄汚い雑魚でした。そういえば麻生は総理時代から現在に至るまで一貫して消費税増税を主張していました。消費税、あれは貧しい者にほど負担の大きい悪魔の税です。消費税は大富豪であろうが、子供であろうが、年寄りであろうが、ルンペンであろうが、誰に対しても同じ税率を課す不公正極まりない天下の悪税です。デフレ不況が猛威を振るおうが、リーマンショックに襲われようが、廃止おろか 1% の減税さえも決してなされることがなかった悪魔の税です。消費税には金持ちに優しく弱者に厳しいという逆進性があります。また輸出戻し金などという輸出大企業にとって大変おいしいふざけたからくりもあります。すべての納税者に降りかかる不条理、二重課税を許しやすいという面倒な性質もあります。それに表面化されにくい実際の納税者たる企業の負担も大きくなります。事務処理増加に加え、熾烈な競争の中、消費税分を商品価格に上乗せしにくいといった苦悩などなどです。そもそも生命活動とも言って差し支えない消費に課税しようなどという発想、それ自体が悪なのです。消費税は百害あって一利ない、この世に存在させてはならない悪税です。そんな消費税の必要性を解き、一貫して擁護、リーマンショックの経済対策時も消費税には手をつけませんでした。増税させようとしてきたその姿勢にこそ、麻生本来の人間性その本性が現れていたのでしょう。俺様たち上流階層の人間が何より第一なんじゃ、てめえら一般の国民たちなどは二の次三の次でええんじゃ、という冷たく傲慢な本性が、かつては総理大臣を務め、現在は副総理と財務大臣という重要なポストについている麻生太郎という男は、とんでもない偽物、雑魚でした。こんな男が日本の指導者の一人として20年近くものさばっているのですから、悪名以外の何者でもありません。日本が20年もの間衰退を余儀なくされてきた理由が分かろうかというものです。一刻も早く指導者足りえないジャコどもを表舞台から引きずり下ろさねばなりません。あわは今回はいつもにも増して長くなってしまいました。申し訳ない。麻生のことが超嫌いなので、ついうっかりマッコリ長々とやってしまいました。ゲッヘッヘ。さて次回はいよいよラスボスこと安倍の登場です。私は安倍も大嫌いなので、またまた長くなってしまうかもしれません。覚悟しておいてくださいよ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。